現在のアカディの領域、アカディ、またはアカディアは、北米東部大西洋岸、特に現在のアメリカ合衆国メイン州東部と、カナダのバスコシア州に相当する地域の古名で、フランス人入植者によって名付けられた地名。アカディ人は、英語ではアケディアン、フランス語ではアカディアンと呼ばれる。また、現在アカディ人が多く居住する地域を指す。 1754年の赤字と島書部及び大陸部、赤ィ地理的範囲は明確ではなく、講義にはカナダ大西洋沿岸諸州、ケベック州東部、アメリカのフィラデルフィアあたりまでを含む場合もある。フランス政府によると、大西洋岸、北緯40度から46度の地域を指すとされた。その後この地域は、アメリカとカナダに分けられた。英語では、アカディアと書き、アケイディア、 フランス語では、アカディと書き、アカディと発音する。アカディの語源は、理想語を意味するギリシャ語のアルカディア。また先住民ミクマク族の場所を意味する言葉、エーガディクから来たとも言われる。現在のアカディについては、次の歴史を参照。当初この地域は、フランス中西部出身者を中心として入植されたが、普通量ヌーベルフランスと、 英領ニューイングランドの間に位置するアケイデアの領有権は北米植民地の派遣を争う二国の間をたびたび行き来し1755年フレンチ・インディアン戦争勃発を機に英国はフランス系住民に対し英国に忠誠を誓うことを強制したこれを拒否しあくまで中立を誇示したフランス系住民に対し英国軍はその住居を焼き 所有地を没収し、フランス本国、または英国植民地に強制的に移送するという措置を取った。この事件は、グレートアップヒバル、グレートエクスプルション、デポルテーション、またはアカディアンエクスプルションと呼ばれる。移送を逃れたフランス系住民の多くは、先住民の手を借りて、仏料ヌーベルフランスに逃亡した。ケベック州マドレーヌ諸島には、 イギリス軍の追求が及ばなかったため、赤ィ人の集落は存続した。移送されたアケイディアの人々の多くは1763年頃から英国領となった旧アケイディアに帰還し始め、イギリス系住民の入植地を避けて、ニューブランズウィック州南東部沿岸、北部沿岸、そして州北西部セントジョン川流域のマダワスカ軍、ノバスコシア州、 ケープブレトン島のシェティキャンプとセントメアリーズベイ、プリンスエドワード島南西ベグモントベイ、モントカーメル付近など、そのほとんどが海沿いの土地に定住し、タラリウとヒダラの加工で生計を立てた。また、アカディ人の一部は北米南東部のルイジアナ地方で現在、アケディアナと呼ばれる地域に定住し、ケイジャンの祖となった。アカディ人は同じフランス系カナダ人の住民でもケベック人とは、 異なる歴史、文化とアイデンティティを持っている。アカディ人の多くはカトリック信徒である。アカディの守護聖人は飛翔天の聖母。アカディ人の話すアカディ方言はフランスの古語や古い言い回しを今日まで保っており、発音も若干異なる。この他のアカディ方言としてはニューブランズウィック州モンクトン付近で話されるシャックやノバスコシア州。 ケープブレトン等のセントメアリーズベイで話されるセントメリーズベイ方言などが確認されている。歴史上の圧力から年配のフランス系住民の間では現在に至るまで英国及び英語を母国語とする住民に対する反感が根強い。若い世代は英語文化の浸透、また就職に有利なことから英仏バイリンガルであることが多く母語であるフランス語の喪失が危惧されている。 現在の赤ィは国土なき国家と呼ばれることもある。国家はアベマリスステラ。国旗はフランスの三色旗の青地に金の星をあしらったもの。1884年制定。赤ィ人が全人口の3割弱を占めるニューブランズウィック州では、州立の公共機関には必ず国旗、周期に並んで赤ィの国旗を形容する決まりがある。 ニューブランズウィック州北東部のアカディアン半島には18世紀から20世紀までのアカディ人の生活を再現した歴史村型テーマパークルビラージュイストリークアカディアンがある。家屋、家具、長度のほとんどが実際にアカディ人が居住または使用したものであり、資料的価値が高い。しばしば年中行事の再現を行っており、アカディの伝統料理も味わえる。カキのみ開園。 赤地人の多い地域では、赤でを象徴する三色と金の星を身につけ、鳴り物を手にしてパレードする祭り、タンタマールが催される。ありがとうございます。